the wish your heart makes. Dream Wonderland. My heart draws dream. Heart and dream. ハートアンドドリンきました。イエーイ。ドンドンドンイエーイ。イエーイ。DIY。ました。兵庫県峰山。いいね、ベストオチです、ね、そして、はい、自己紹介、ナナイです、どうですか、アンチャイ、ね、何そんな愛してる、ナナイです、よろしくお願いします、はい、はい、どうぞ、はい、キサキアミです、よろしくお願いします、ということで DIY 編2回目、そうですね、はい、2回目ですね、3回目のね出演なんですけど、はい、前々回をね、はい、出た物件、うん、アミちゃん、はい、見ていただいて、はい、そこからワク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 と、うん、興味湧いて、実際見に来ていただいて、はい、実際購入していただいて、はい、もう住んであるんです、すごい、行きましょう、みんな行きたい、それと同時に、はい、リモートワーク、はい、そして、はい、田舎暮らし、田舎暮らし、定年退職、はい、田舎暮らし、うん、そしてからの、からの、仕事を家でするのが嫌だからの、からの、温泉暮らしからの、からの、うん、止めろ、もうええわ、腹の方ないかな思って、今日もそういう冗談も言いながらなんですけども、はい、実際プロの、うん、不動産屋さんの、はい、田舎暮らしのサイト、はい、検索数で兵庫県でナンバーワン、はい、すごい、言っても過言ではない、はい、田舎暮らしサイト、はい、運営されてる、うん、シニアメンバーズの坪川さん、どうぞ、大根ゆうまちゃん、まりがちゃんで紹介してもらって、はいはいはい、その前のオンエアのアミちゃんだと見て、うんうん、今回興味持ってね、はい、あれしていただいてて、さらに、はい、今回も素晴らしい物件の紹介と、はい、ただしね、今回はですね、何ですか、何でしょう、我がスポンサーの、はい、僕のバッグといっても、あら、バッグ、あの方じゃない、あの有名な誰、SP ハウジング、あー見たことある、皆さん大丈夫です、よろしくお願いします、どうも、こんにちは、やらんのかい、今これオンエア CM 入ってますからね、入ってますから、でですね、もう実際 CM でね、有名になってきて、僕のもう孫がね、なるんですよ、村社長、今回はね、村社長は不動産さんは経験が長い、縦売りやってて、大阪市内とか神戸とかのそういう物件、普通の売り、建て売りの、はいはいはい、普通の市内のそういう物件をやっておられて、田舎の家はどうなんだと、はいはいはい、ここジャッジ高いですよ、はい、今日は実際に良し悪しを言っていただこうということで、オンエアを皆さん見ていただいて、はい、ね、はい、楽しいね、はい、楽しい、田舎暮らし、皆さんじゃあどうなのか、はい、実際にお家を作って売ってはるプロの SP ハウリーさんと、はい、そして田舎暮らしを専門的にやってはるシニアメンバーさんと、はい、今日はですね、皆さん豪華メンバーでいきますよ、おー嬉しい、よろしくお願いします、見てください、チャンネルはそのまま兵庫県田舎暮らし別荘物件紹介、今回は番組を見て物件を購入された川口さんご夫婦のお宅を訪問、早速伺ってみましょう、はい、来ました、はい、実際に、はい、このお家ね、うん、田舎暮らしをしたい、はい、今後、うん、ちょっと都会から離れた、はい、生活をしたいということで、はい、我々サンテレビで、はい、今回、うん、新人の本気の DIY、はい、で作ったお家、はい、このお家前回放送して、はい、購入されて、はい、実際に今日おられる、はい、見てみたい、ね、え、どんな人が住んでるのかね、学校の先生をされて、今回ご主人様が永年、ちょっと呼んでみましょう、お願いします、ちょっと呼んでください、え、なんて呼んだらいいの、先生って呼んでいい、最近先生って呼んだことないから、先生、先生呼ぶいい、先生って呼ぶいい、行きましょう、先生、森昌子みたいでいい、森昌子の先生でいい、いいです、いいです、じゃあ呼ぶね、はい、先生、いや、何来んの、何来んの、先生って言うたら何も来んの、一人ちゃうの、先生って、これはディレクター、みなさん、みんな先生、いや、すごいやん、ご夫婦とも先生だ、すごい、ご主人さん、どうもお久しぶりでございます、すごい、じゃあ、ちょっとあだ名出してもらっていいですか、はい、どうも、じゃあ、行きましょう、お願いします、いや、優しそうやな、先生ってなんかいいな、以前、番組で紹介した兵庫県宍粟市一宮町の別荘地に建つ、照明にこだわったカフェ風のリノベーション物件です、改めましてですね、
今回この別荘を買っていただいたご夫婦でございます。はい、ありがとうございます。自己紹介。あの川口義と申します。はい、妻の弥生です。はい、妹の春美です。はい、妹さんまで親戚の七井です。あ、親戚の七井。親戚の七井。親戚になりたいなと思って、ちょっと遊びに行きたいなと思って。そう、親戚でもいいかなと思って。奈々ちゃんね、今回ね、はい、あのやっぱ購入したきっかけなんか聞きたくない。聞きたいです。で、なぜこういったとこ買おうと思ったのか、うん、これも聞きたくないです。聞きたいです。なぜこういった物件を買おうと思われたんですか。うん、あ、はい、4年前に定年退職しました。4年前に定年、はい、で妻と2人で青森旅行したんですよ。青森、はい、それでその時にあの三内丸山古墳というところを訪れまして、はい、でそこのその何か建物っていうか、まあ、あの本当にこう昔ながらのその、あの 木造りの建物見て、あ、俺ってこんなところに住んでたんだなって思ったんです。でそっからこう田舎暮らしがしたいなっていうのが気持ちが、旅行がきっかけでね。はい、そうなんです。奥さんはその時はどうだったんですか。いやー、私は、はい、あー、自然がいいなと思いました。自然はいいなと思って、はい、この家を見られた時に奥様はすごく気になれた、はい、聞いてびっくりして、はい、嬉しい。でもそれまでは全然ね、あの、これどうや、あれどうやって連れてってもね、ご主人さん連れてったけど、はい、全然ね、あの、見向きもしない。見向きもしない。ついていくのはついていくんですね。はい、それでこの家傾いてるとかね。はい、なんかこう、ね、えらいとこ見るみたいね、やっぱ女の方はね。ね、こうね、いや、この家は傾いてないけど、見に行った家が傾いてたと思う。実際に田舎暮らしされてる、あの、定年退職迎えてという方の、うん、そういうテレビを見て、うん、実際に、あ、自分たちもとか、思われたことはやっぱり、あ、もうそれはもう大きいです。はい、で言ってましたもんね、僕お会いした時に、はいはい、見てます言うてね。ありがとうございます。でその後でね、やっぱり購入されて、うん、実際にやっぱりこう家住まれて、実際どうですか。あ、はい、まずあのこの家に来るまでのね、この揖保川沿いのこの、あの景色っていうのが、兵庫県の中でもちょっと揖保川で遠いところにあるんでね、はい、すごくいいところで、それでこ の, あの家見た時にやっぱりまずね、家内がね、もう目がねキラーンってこうだったんですよ。はい、ね、よそ行った時目が死んでたんですけど、ここ来たら、ね、目がね、目が死んでませんか。僕も死んでませんか。大丈夫、もう3年前に死んでました。3年前に、いやいや、僕これ DIY やったやったよ。男が死んどったらこの家死んでる。あ、生き返ってました。いや、だからもう受けた受けた。実際に住まれて、うん、どうですか。あ、やっぱりね、あの夜がね、すごいもうその、あの風とその木のざわめき、はい、その他はね聞こえないんですよ。そっちで、なんかこう夫婦間が近くなった。先ほど、はい、ちょっとあの距離感、コミュニケーションが取れるすごくなりましたとか、あ、それもあるか、仲良くなれましたとかだけでもよかったんですけど、風がね、風が奥さん受けてあるけど。ここを買ってから、はい、いろいろ話すきっかけが、うん、で仲良くなりました。本気で2人の距離も仲良くなりつつ、はい、今100年化社会言われてますから、うんうん、そうですよね、いつまでも長息で美味しい空気吸って、はいはい、コミュニケーションを取って、ストレスがないように、はい、うん、わあ、いい生活やわ、ね、憧れちゃう。ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。どうもありがとうございました。愛の巣。ずっと幸せでいてください。二人で仲良いねんな。誰でも綺麗になれる場所、マイプレイスビューティークリニック、南先生の美容整形外科。マイプレイスビューティークリニック、詳しくはホームページを検索。僕がいつも守りたいものは、優しさと愛があふれる結婚相談所。婚活するならハートフルマリアージュ。堺の梅ちゃんです。今日もあなたの街を行く大阪堺の。不動産のことなら SP ハウジング皆さんにスペシャルなお知らせがあります。5月8日にあの豪華客船コンチェルトでクルージングワンマンライブが決まりました。ハート
ドリームも番組で入りますので、ぜひ皆さんチェックしてください。詳細はこちらのホームページまで。こちらの物件はリノベーションで大変身したおしゃれなウッディハウス。改めましたですね、あれうちのレギュラー陣がいないんだけど、そうですね、あれ大阪堺の梅ちゃんです。今日もあなたの街を行く大阪堺の梅ちゃんです。いやいやいつまで、いやいや、まあ、そうそう SP ハグニーさん、どうもありがとうございます。 SP ハグニーさんですね、実際に大阪市内ね、神戸市内いろいろ建て売り住宅をやっておられる、新築の物件やっておられる社長がこの物件を新谷さん、はい、いいか悪いかをジャッジして、ね、で実際この物件いくらですか。1380万です。おお、いいですね、いいですね、1380万ですよ、うん、値段的にはいい、いいと思います、はい、で、土地は、うん、約90坪ぐらいですね。90坪ぐらい、うん、で家の建て坪は120平米ですね。平米です、はい、暖炉、すごいですね、すごいこれ、いいですね、一押し暖炉。これは実際に、うん、ここネットで調べるんですけど、うん、100万ぐらい、これ高いんですよ、うん、ベランダ、うん、山の景色どうですか。いいですね、条件が整うと、ここに雲海が見えます。雲海見えます。そして上に部屋が3つ、はい、実際皆さん上上がって見ていただきましょう。はい、行きましょうか、行きましょう、行きましょう、はい、で、はい、やれへんのかい。目利きのプロ、SP ハウジングの梅田社長が物件を内覧。クローゼットの中までしっかりとチェック。上り傾斜の地形を利用し、階段状に設計された広々としたリビングとテラス、おしゃれな薪ストーブがあるこちらの物件、梅田社長の評価はいかに。はい、この番組の主題歌になっている藤子が歌う Love for You のこちらの CD を抽選で3名様にプレゼントさせていただきます。応募方法はこちらまで。いかがでしょう。あの中古の割にこの床もしっかりしてるし、フローリングも、その建具もすごく綺麗し、うん、なんかしっかりしてます。築30年ですけど全然見えないです、それは。そうですね、実際プロから見てですね、うん、建具とか、うん、物自体やっぱりいい材料使ってます。結構いい材料使ってます、はい、うん、新築やってる会社さんが見てもいいと、うん、これは1380万の値打ちがあると、値打ちあると、いいんじゃないですか、はい、ということで、タータンのドリーム本気の DIY 編ですね、この家、シニアさん、はいはい、1380万円、はい、どうですか皆さん、これ通販みたいになるね。どうですか。DIY で綺麗にしたり外壁もやったという物件ですけども、はい、お手頃な価格でということで、はい、シニアさんのサイトでこちら出てますので、はい、ぜひとも皆さん興味がある方は問い合わせいただいたらと思います、うん、ということで終わりにしたいと思います、はい、テレビの前の皆さんも一緒に最後は、はい、ハート&ドリーム、また来週見てね。 SP ハウジング、梅ちゃんです。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。